ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いたします、えー。まずここのコーナーでは、はい、元気の出し方その順番というものについてちょっとお話をさせてさせていただこうと思います。はい。あのー、今俺自身もそうですけど、はい。まあしんどい。うん。体もしんどいし心もしんどい。はい。 何か嫌なことがあってっていうことではなくて、はい、なななんんんかしんどいい <laughs> となくっていう感じですね、はあ、で元気が出るような、はい、まあ俺の場合だったらとにかく睡眠時間がもう異常なほど少ない短い、はい、っていう状態でそれがよくないのはもう重々分かってるんで、はい、普段やるようなことをやらずに睡眠時間を増やしたりとか。 はい、うーんもう本当にテレビドラマとかそういうのも全く見てない状態だったので撮、はい、りためてたドラマを見たりとか例えば「相棒」も録画はしてるんですけれども、はい、新しくシリーズ始まってもう1本も見てないんですよ。あそうだったんで見ようともうそれよりも今まではやることがいっぱいあってそっち優先してたんで。 まあちょっともう疲れちゃってるし本当そういう,こう娯楽が必要だろうと思って、うんはい、相棒の今やってるシリーズの第1話を見たんですけど、はい、なんかもう途中でダメなので、ね、飽きちゃうっていうか、えー、楽しめてないし、うんはい、楽しくないんですよ。あーそううなんんですか、うんうん それよりもなんか英語の勉強したくなっちゃったりとか,、はい、なんか英単語のを覚えてる方がいいんじゃないかみたいなさあ、はい、でももう疲れちゃってか実は英単語を覚えようとしても頭入んんないんですよねあ、はい、英語の音声とか聞いても、はい、まあドリーピーはさすがに楽しいんですけど、うん、でもなんかこうなんかもうちょっと今英語聞きたくないみたいな気持ちにもなっちゃうわけ聞いてるとあ。そうなんですね じゃあなんか他のドラマやテレビとか見てるとそれも楽しくないですようん、うんうん、どうすればって感じですよね。うん少しおいしいものを食べようと思って、はい。普段ろくなものを食ってませんから、はい、食事に金をかけるっていうのがねとてもなんか嫌なんですよね。あそうなんですね、うん、あの消,消化ってあの食べ物を消化するじゃなくて、はい、あのテレビドラマ撮影なんかでよく消え物って言いますけど<ー>消えちゃうじゃないですか。 消えますね何も残らないじゃん、まあ実際いいもの食べてね健康にいいとかうん、うん、っていうのはあるとは思うんですけど、はい、なんかね死なない程度の毒が入ってない程度のものならそれでいいっていう考え方で<笑><笑>、はい、いいもの食べる欲求があんまないんですよ。 あ、そうなんですね、うん。まあ、いいもの食べた、あまりわからない、バカ舌なんで。<laughs> <laughs> だいぶ前にね、体操、うん、の話をおっしゃってましたよね。うんはい、だから、本当にこだわりがないんですけど、でもいいもの食べたら、ちょっと元気出るかなと思って。うん、はい。少しいつもの食費よりアップしたものを食べてみたりとかしてても。はい。まあ、口に入れた瞬間は美味しいですよ。うん,うん。王とかになりますけど。はい。だから、なんだよっていう <laughs>。 あだからなんだよって思っちゃうんですよ、ね。で、うん、俺の得意なの「うん、で」っていう。美味しいものを食べても「で」って自分で思っちゃうんだよね。あうん、でもう何にしても、はい、っていうようなこんなぐだぐだな状況なわけですよ。ね元気もなくなってきちゃってるのも十分実感してるんで。 はい。で元気を出したいとは思いますよ、うん、それはね。あ,あはい。で元気出そうと思っても、はい、なかなか出ないわけですよね。うん、そうですね。頭で元気出そうって言ってもこう出ないですよね。そう、無理なんですよ。無理ですよね。うん。うん、元気ないな、元気出したいな。 頭でいくら思っても、元気って出ないんですよね。あ,あ、そう、そうです、そうです。頭で思っても、何も変わらないというか、元気出ないですね。そうなんです。それを俺自身も、そんなこと考えてて、はい、ああ、って思い出したことがあって、それを伝えておきたいなと。おお、はい、よろしいですか。あ、はい。元気の出し方はどうすればいいのか、ということですよね。はい。 で、ここに、ちょっと文字今、今打ち込みますけど。はい。三つの要素があって。三つの要素ですか。はい、あ。あ、頭、意識のほうがいいかな。まず。はい。頭出し、頭じゃない、頭で元気出したいっていう、こういう意識を持つ。あ、元気出したいという意識を持つ。はい、あ。でも、そのままじゃ、元気出ないじゃないですか。 うん、そうですね。そこで、次に重要なポイントとして、体を使うということですよね。うん、体を使う。はい、体を動かす。あ、体を動かす。はい。で、特に。はい。効果的なのは、大きな筋肉を使うこと。うん、大きな筋肉を使うこと。はい。 あの肩僧帽筋とか、はい、腰、まあ、背中広背筋とか、はい、あと太もも太も,も、はい、であなたにもメールで伝えましたけど、はい、スクワットだか、うん、らあここタイトルとして書いてもいいかもしれないな。 こんな感じでしたよね、うん、あなたにメールしたのね。ああはいはいそうです。ねはいあのー、どうですやってみて。やってみて速攻性ありました。だよね。<ス>はいびっくりしました。速攻性あるよね。はいあこんな簡単に出るもんだと思いました。そうなんですよ。はいやり方を正しくやればはい本当、はい、速攻って元気って出るんですよね。 うんなんかシャキッ俺も俺もっていうか俺はそれを忘れちゃってて「はい、元気ねな元気ね元気ないな元気出したい」の前に「あ<ー>なんか疲れちゃってるな、はい、しんどいな」っていうのがあってあそうですね、うん、それで映画見てるおいしいもの食べたりとかってなったんだけど、はい、あ元気がないんだと本当に充電池のメモリーがゼロになったみたいな状態になっちゃったので。 はい、元気がないんだじゃあ元気を出そうでこれを思い出したんですよこれたった5秒をあ,あそうなんですか、はあ、意識頭だけでは元気って出るわけないじゃあどうすればいいか、はい、体を使う、うん、でそれもじゃあフルマラソンとかプール行って泳ぐとかそう大変とか面倒じゃないですかうんそうですね、はあ、その時のの時ポイントとしして大きいのは大ききいはな筋肉を動かしさえすれば 速、はい、速攻攻でで効果が出るとうん本当速攻でした、ねね、だからももを鍛えるようなスクワットじゃなくていいんで、はい、息を大きく吐きながらブワッとしゃがんでうん本当のスクワットって、ね、鍛える方だとあんまり手を動かさないんですよ。 あ、そうなんですか、はあ。ももになるべく負担をかけることで、そこに筋肉を鍛えるわけですから。ああ、そしたら、そうですよね。うん、動かしたら、こう勢いがついちゃいますもん、ね。そう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 。うん、そしたら、ももの負担がやわ、柔らか、和らぐ。うん、いや、うそうですね。和らぎますよね。鍛える場合は、思いっきり負担かけたいわけじゃないですか。ああ、そうですね。はい、でも、今は元気を出す方など、別に筋トレではないので。はい。むしろ、体を全身大きく使って、スクワットで。 こうなんてうの全身で息を吐きながらふっと吐いてしゃがんで大きく反動で上がってっていうのを、はい、たった5回やれば全然違ってくるでしょあ全然違いました。なんですよね。はいただそこで問題なのは、はい、あらららら。効果が一瞬で そうですね、はい。消えちゃうということですよね。はい。効果が一時的なものでしかないわけですよ。うーん、一時的でしかない。うん。で、実際やった時に結構体スッキリしたりとか、はい。なんかメールの方であの首の後ろがシャキッとしただけ。そうです、ね。首の後ろが暖かくなりました。あ、ははそれも、はい。血行が良くなったからですよね。 ああ筋肉を動かしたからですねそうです、はい、血流がグーって流れて気のせいとかじゃなくて視野が視界が明るく見えたとしても不思議はないんですよあ血流が良くなるからですかそう目の奥の方の血流が良くなるんで本当に今までドヨーンとしてたのが、うん、たった五回のスクワットで、はい、なんか明るく見えるみたいな あ、はい。世界が明るくなったみたいになっても、全然おかしくないんですよ。あ、はい。それはオカルトでも、気のせいでもなくて、ちゃんと医学的な効果ですから、うん。うん、根拠のある効果ってことですよね。そうなんですよ。はい。だから、この語尾は大きいですよね。うん、うん、すごい大きいと思います。はい、ただ、問題なのは効果が一時的なんですよ。うん、本当に一瞬ですね。ね、五回やって、ああってなっても。はい。 そのまままヒューンってまたななじゃないですか <laughs> はいそうです。でそれだとなんちゅうのこうその5秒は何だったんだよって話になっちゃうんで <laughs> <laughs> うんまあなんか「ふん」っていうこう <laughs> 一瞬の気合いの時に使えるかなぐらいそうでねはいここでその順番でまず「意識体」ってきましたよね。あはい、でここで次に はい。これが来るんですよ。うんー、感情ですか。はい。感情。元気出したいなーって意識がありました。はい。体を動かしました。はいで。一瞬でありとも元気って感じられるじゃないですか。はい、はい、そうですねで。この一瞬の感情のきっかけが生まれたわけですよ。 ああちょっと元気出たっていう,こう感情そうですねそ,それでスイッチは入ったんですよ一瞬ああはいだけどほっとくと戻っちゃうじゃないですかうんそうですねこの感情のスイッチが入ったら次に何かするんですよああ次に何かする例えば、はいえー、じゃ今日